はい、鬼滅の刃遊郭編オープニングテーマより残響参加を演奏したいと思います。イエーイ。ということで今回はお二人編曲してくださった方がいらっしゃるということで、せっかくなら吹き比べという形で皆さんに楽しんでいただこうと思います。先にね、こう Twitter の DM で熱いメッセージを送ってくださいました川瀬良生さんの編曲の作品を演奏したいと思います。見ての通り今回私とユッキーが入れ替わってるんですけど、テナーの譜面がゴリゴリのゴリゴリです。すごかったです、隣でこの曲が大好きな人にはたまらない幻聴アレンジですよ。それね、それそれそれ、はい、それ吹いてるうちにもどん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 こうテンションが上がっていくような、曲もそうだし編曲もそうだったなっていう感じで、おはかくみんな息切れしてるその辺も楽しんでくださいそれではどうぞ。グリーンレイチャンネル。ド派手に燃えましたね、うん、そうですね。最近ランニングしてるんですけど、みんなこれで走るとちょうどいいよテンポこれを無限ループしながら30分ぐらい走ってるから、いやでもすごいアレンジだね、うん、熱い、うん、5万円通です。いや、テナーがね、ゴリゴリ難しくて、ちょっと思える。ドリーン、ドリーン、ドリーン。遊びたく吹いてるの聞いてても、うわ、やりたくねえ楽だな。ド M だから。あ、ソプラノ。あ、楽しかったです。なんだろう。本当に立ちましょうってさ、なんか私が撮る前に言ったんだけど、立った方がなんか、すごい乗れた。そうだね。この曲一番最初がさ、すごい印象的じゃん。
それをなんか作数4本でやるっていうのは結構大変だよ。したらこの楽譜すごい面白かった、ね、うんうん、もう一つやるね、アレンジの方もまた違う解釈でこう編曲してるんだなっていうのが面白い。だからアレンジしがいがあるっていう感じなのかもしれないね、うん、あなるほど。人によってそういろんな解釈が盛り込みやすい曲なので、うんうん、2種類あるのでどっちの残響参加も見てみてね。この動画がいいなと思ったら高評価チャンネル登録ド派手になの。Thank you.